ぐらい深夜活動を再開しましたね。もともと深夜やってたんですよね。夜と深夜ね。で、なんか緊急事態宣言で夜なんねえかなと思ったんで、なんか深夜やめてたんですけど、深夜やめて昼やるようにしてたんだけど、昼やんなくなっちゃったから、また深夜に戻したんですけどね。で、3日間やってみた感じで、2、3、3、2、2かな。あれ ?3、2、2ってなってる。深夜はね、割と現金が多いですね。現金が多いっていうか、現金があるね。今日も昨日も現金なかったけど、深夜で1件あったかなってとこと、どうですかね。割とローソンが鳴る。最近の深夜の傾向は割とローソンが鳴るなと思う。深夜にローソンやってるんですね。深夜ね、ちょっとその不満があるとすれば、だからブーストとかないって。ブーストも趣味もない深夜ね。なのでまあちょっとね、バカらしい面はあるんですけど、まあ、なるっちゃなりますね。割と。割となるっちゃ、まあ近くじゃないですけどね。女がとかはなります。とかちょっとなればいいんですけど。てかもっと蹴ればいいのかな。深夜だとなかなか蹴れないんですね。もうならないかもしれないと思っちゃうんで。そういうところはありますけど、まああと道が空いてるのは、いいですね。道路は空いてますね。今日は一角屋が門永から柳橋までなんですけど、結構かっ飛ばしてきました。かっ飛ばしました。かっ飛ばしてったらなんか、お釣りに1748円ぐらいなんだけど、2000円でお釣りいらないって言われて、おっす。